テストでーす。テストでーす。はい。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。はい。弊社トラスト企画はですね、はい、スカイライン GTR 流通量日本一かな。でも多分ね、多分現状日本一だと思いますよ。もう入れ替わり立ち替わりいろいろなスカイライン GTR が入庫しまして、はい、もう毎日撮影はさせていただいてるんですが、今日紹介する 34GTR はですね、はい、もう涙なしには語れない。なんだ、非常にかわいそうなお車です。あんまり34って大事に乗る人が多いから、かわいそうな車ってあんまそういうイメージないんですけど、大事に乗られてるからこそかわいそうなんですよ。何ですか、どういった部分がかわいそうだか皆さん気になりますよね。はい、紹介していきますから、ぜひ最後までご覧ください。車好きのみんな集合、一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい、三度の飯より車、現役の走り屋、 GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。はい、じゃあ花ちゃん予想してみて、どういうこと。かわいそう、かわいそう、本当にかわいそう。わかった。はい、やっぱこういう車は、うん、その窃盗団とかに狙われやすいんで、うん、盗難未遂にあった。違います。違うの。でもそういう車もありましたよ過去に。結構ひねり出したけどな。はい、ちなみに、はい、これとは全然違う車ですけど、 33GTR でね、一回盗難未遂にあってしまいましたって言って、はい、キーシリンダー周り全部ぶっ壊されて、この何ドアハンドルのところもこうグイってこじられた車を買い取りもしました。こう少し前ですよね。実際に、はい、でもこれはそういう車じゃない。これそういう車じゃないです。ちなみにキーシリンダー周りぶち壊されちゃうと、まあ、新しいパーツつけないと動かないですよね。そうですね。あの辺のパーツって基本的に中古でしか流通してないので、正廃のものが多いの、ね、そう、結構直すの大変なんですよ。そうですよね。またキーシリンダーとかが必要になったりしますもんね。そうで、キーシリンダーだけ変えちゃうと、要はイグニッションの鍵とドアの鍵が違う鍵になっちゃうので。あ、確かに。ちょっとねそういうとこ大変なんですけど、うちはパーツがあるので、はい、直せるよというところ。だからもし盗難未遂にあっちゃって、キーシリンダー周りがもう壊されてしまって動かせないと、はい、途方に暮れてる皆さん、ちょっと、まあ、相談していただければ、うちパーツはあるので、うん、よろしくお願いします。はい、はい、これはまた違う車です。違うんだ。はい、盗難未遂ではないです。未遂じゃなかったら、はい、あとなんか 34GTR は、うん、なんつうんだ、外装だけ綺麗にして、うん、中身が良くないとかっていうのを聞くから、お店ショップさんに騙されて買っちゃった車。違います。こちらの車は新車のワンオーナー車両です。オーナー、はい、じゃあ絶対違うな。一人のオーナー様が大切に乗ってきたお車。盗難でもないし、結構タイムリーな話題ですよ。タイムリーな話題、うん、え？じゃあ答え言っちゃいます。お願いします。最近、はい、ひょう降るじゃないですか。前エボテン出しましたよね。はい、これもひょう会社なんです。嘘、めっちゃかわいそう。ガチですか。はい、でこちらのお車ね、概要説明しますと、はい、これもみーくんが査定したお車で、まあ、阿部ちゃんが引き取りにお伺いしたよっていうお車なんですけど、はい、ちょっと群馬に近いあたりの、埼玉の群馬との県境みたいな、群馬寄りの方、群馬寄りのお客様のご自宅から引き上げさせていただいたんですけど、はい、これさっきも言った通り新車ワンオーナーの走行距離が6万2000キロです。もうこの時点で皆さんこの車にどれだけ価値があるかっていうのは分かると思うんですけど。分かりますね。かわいそう。これはどこら辺が、まあ、多分画面通して見てる皆さんパッと見分かんないと思うんですけど、はい、まあ、ボンネットがね主にこう被弾していて、はい、分かるかな、こことか、はい、こういうとこ分かりますかね。あー本当だ、はい、こういうとことか、いや、寒いのが本当に、こういうとことかですね、はい、
あとこの辺とか、あります、この辺とか、ただ見てわかるぐらいのへこみだと結構こんな感じ。あそこもひどい、ここもひどいね。そうですね、ここってしてて、でこれボンネットだけじゃなくて、実はフロントフェンダーもそうだし、ルーフもそうなんですよ。ルーフはね、ほんと細かいへこみ、わあ、わかるかな、多分画面だとわかんないと思います。ただね、無数にあります、ちっちゃいへこみが。うわあ、ねえ、かわいそうじゃないですか皆さん。これだって普段はガレージに閉まってあるんですよ。え、ガレージあったのに、はい、タイミングが悪い、たまたま外に出てた時に当たっちゃった。あ、外出中だったんです。まあ外出中っていうか、ちょっとガレージから出してる時にっていうかね。うわー、めちゃくちゃかわいそうっていう感じなんですよ、本当に。しかもワンオーナー。そうなんです、新車で買われてずっと大切にね持ってらっしゃったんですけど、はい、まあちょっと当たってしまったと。え、じゃあこのお客様は、はい、その障害にあったのがきっかけで手放されたんですか？はい、いや実はね、そういうわけではないんですよね。あ、そういうわけじゃない、はい、まあ見た通りそこまであのエボテンみたいにひどい感じではないので、はい、まあ、障害にあった後も乗られてたっていうことなんですけど、はい、ちょっとオーナー様の身体的な、はい、身体的なちょっと こっちの方がですね、こっちの方がもう限界だと。やっぱスポーツカー来ますからね。まあね、 34GTR ノーマルでもちょっと足回り割とね、うん、固めになってるから。そういうことか。ちょっともう腰がしんどくてっていうお話をいただいてましてですね。でもとってもいいオーナーさんで、はい、あの買った時のお話とか、まあ、どういう風に大切にしてたかっていうのをすごくねお話してくださって、こんな大きい貢ぎ物までいただいてね、美味しくいただきました。美味しくいただいております。でなんとこちらのオーナー様のご兄弟の方が以前、はい、デックンに S660 を売っていただいたと。そうなんですね。そうなんですよ。だからもう兄弟揃ってどっぷりトラスト企画信者となっていただいております。どうもありがとうございました。嬉しい。この度は。じゃあ兄弟の方もお世話になってるし。そうなんですよね、もうズブズブですね、はい。まあ、これも YouTube 見ていただいてるね、あの結果なんで、はい、本当ありがとうございます。でもどうなんですかね、はい、34GTR の障害ってなると、はい、やっぱダウンはしちゃう。まあダウンはしますけど、はい、これ、まあ、ぶっちゃけ言いますよ、これ、まあ、余裕の4桁オーバーですよね。それでも多分ね、この辺だと普通にいい家建っちゃうぐらいです。やば、はい、土地付きで。やばー、そうなんですね。なんて言えばいいかな、何ぐらいなんだろう、中古のフェラーリのテスタロッサぐらいって言えばいいのかな。結構具体的に言ったな。あ、そんぐらいだと思います。それぐらい買える。もしくは程度がめちゃくちゃいい6速 MT の後期の F355 ぐらい。ぜひ皆さん買取金額ね、買取金額です。買取金額、はい。これ平成14年式なんですよ、はい、の後期の 34GTR でワンオーナー6万2000キロで事故歴なし。おお、素晴らしい。なのね、はい、っていうことはこれは板金して直すと価値が下がらないんですよ。板金してもいい車なんですね。そうなんです。いやでもこれね、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけど GTR のボンネット、はい、これアルミです。アルミボンネット、アルミボンネットはなかなか板金するのは難しい。あれ結構柔らかいというか、そう、うねうねしちゃうんです。そうこれはねトラスト企画でしか多分できない方法なんですけど、もうボンネットは交換しちゃいます、はい、持ってますから。すごい、はい、じゃあ在庫からチェンジする感じですかね。まあ、ちょっと色はもしかして合わないかもしれないんですけど、なかなか難しいと思いますよ。このボンネット交換できすぐパッとね変えれるっていう。普通みんな、ま、待ったりしますからね。そうで、あとルーフ、はい、ルーフは気になりますね。スペシャル板金もね、出た。もう真っ平らにならしてもらってね。こんだけ真っ平らだったっけっていうぐらい。だってほら前も34スカイラインでさ、はい、ルーフ直していただいたじゃないですか、うん、あんなにへこんでたルーフあそこまで綺麗に直せるんだったら、余裕か。あれ実はね腕試ししてたんです。工場長の
もうドキドキしちゃってますから。工場長チャンネル見てるらしいんで、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、すいません。ちょっとこれもねスケート場のリンクみたいにしてもらって、いいですね、まあ、綺麗になった状態で、はい、ちょっと保管なりしていきたいなと思ってるんですよね。そうですね、まだ眠らせてた方がいいですもんね。14年だからね、もうほとんど最後の方ですよ、うん、34GTR でも。いやちょっと車見ますか。見たいです、ね、内装も、はい、はい、お、ギア側はすっきりしてますね。ノーマル。エンブレム取っちゃったんですか。そうなんですよね、大事な M スペックの。ここに何も書いてないのに、はい、中身はしっかり M スペックだよっていうところにまた憎いポイントがあるんですよね。最近そういう方多いですよね。贅沢だなって思っちゃうな。逆に貼る人もいるのにね。ニュールじゃないのにニュールのさエンブレム貼ってる人もいるのに取っちゃうんだ。かっこいい、余裕、大人の余裕が出てます ね、 大人の余裕だね。 私だったら2個ぐらい貼ります、前と後ろに。すごいガチの M スペなんですね。え、 M スペって結構レアなんですか。 M スペレアですよ。わあ、そうなんだ。だってあのシート1脚20万ですよ。2脚でサブ100万超えます。え、だってうちの純正シートただでさえ高いのにM スペってなるとそれよりもってことですもんね。怖っ。なのでね、冒頭言ってる通りかわいそうですって言ってるんですよ。うわー、それを知ると。もうだって日本に何台かしかないよ多分今の時点で。なおさら。しかもワンオーナー。いや、そうなるとやっぱこれは逆にしてほしい。お金どうのこうのとかじゃなくて、そうですね、やっぱレアだから。そうそうそう。いやで、これからあのうちのスペシャル板金部門がこの車取りに来ますから、はい、お、はい、今日取りに来るんですね。そうそう、これから取りに来る。だから急いでちょっと朝撮影してるんですけど、そうだから、まあ、この動画ではさっきお見せしたこうポコポコ表外にあったところでこれから持ってってもらって、うん、この動画の最後には綺麗になった姿を、はい、皆さんにご覧いただければなと思いますので、はい、ちょっとこれからね板金部門持っていきます、はい、あの来ていただくのでちょっとそれまで待ちたいと思います、はい、じゃあ板金した後も動画に、はい、もちろんです。最後に皆さんにお見せしますからね、はい、はい、ということなので、はい、まあ、もし、まあ、34GTR とか結構価値のあるスポーツカーでね、はい、まあ、災害に遭ってしまったりとか氷害に遭ってしまったお客さんで、うん、まあ、今回の動画で仕上がり見てですね、はい、ぜひまあ弊社の板金部門なり頼んでいただけると、うん、こんぐらい綺麗になりますよみたいなことですよね。ご相談いただけるので、はい、参考にしてもらえればと思います、はい、であとは冒頭でも申し上げた通り弊社は日本一なんだっけ、日本一 GTR を流通させてる。そうです、会社。その通り。こんな田舎から、はい、なので、まあ、そういうところは買取金額だったりに出ると思うので、うちの強さが、ね、数があるので一発でそこまで取らなくてもっていうところですよ、はい、薄利多売、はい、で資金源もあるので、はい、すぐお金渡せます。そうですね、翌日でも大丈夫です。なのでぜひ手放さそうかなって思ってる方は一度うちにご連絡お待ちしております、はい、よろしくお願いします。この板金後でお会いしましょう。またお会いしましょう。はい、バイバイ。じゃじゃーん、戻ってきました。そしてなんと見ても査定から戻ってきました。これ誰ぶつけたの。それはまた違う話で。ちょっとごめんなさい、それ別件なんで。え、これ違うの。話長くなっちゃうんで先にちょっとこう M スペの方をお願いします。え、何これ。これミー君が査定したやつですよ。だいぶ前じゃないですかこれ。そうです。どうしたんですかこれ。いや、あの時さ、おお、なんかちょっとポコポコしちゃったって言ったんで。おお。本当にチェックします。え、どこ、え、ない。ケカツルにピカツルに。多分今工場長ドキドキしてます。そう、工場長ドキドキしてるから。この動画見ながら、痕跡が一部にしかない。一部、うん、
一部ちゃんと見てた、はい、今このさらりとこう見たんですけど、多分あの板金、ね、スペシャル板金部門に依頼してないところ、はい、あーなるほどね、の痕跡を見つけました。いやもうほとんどわかんないんちゃうあーなるほどね。でもここ変えれば、うん、これ変えちゃえばわかんない、ね、わかんないですよね、うん、大丈夫大丈夫、はいはいはい、見てたんだ。いや今こっち見てた、本当に。いや見てる見てる見てる。見てる見てる見てるよ。見てるよ。プロの目で見てる。プロの目。うん、まあでもほら。プロミューですから。プロミュー。でも。調子いいんですけど、なんかミー君頭どうしたんですか。なんかすっきりしてる。カリメロです。カリメロ。すっきりしてる。じゃあカリメロです。これ動く感じ。そうです。これ、俺いつも帽子かぶってるじゃないですか。そうですね。そうそうそう。帽子にね、こうサインをして、ミー君ってサインしてね、はい、こうこうプレゼントしてきたんですよ。野球選手みたいなことしてるんですか。そうそう。あとは長らちったね。あ、それで今ないのか。うん。大丈夫、あの会社に行けば、はい、あの箱で用意されてますから、はい、今帰ってきたばっかだから、はい、そうあれ結構息の長い商品なんですけど、うん、ミー君が多分常に発注してるから正配にならないんですよね、うん、それあの毎回こう交換してからねそうそう少しダメになると交換してね、はい、うん、そうそう、なるほどね、うん、あれなんだよ、よく去っていってさ、はい、ミー君がこう買い取りするじゃないですか。そうですね、よくこうあのステッカーとかこう渡してるんですけど、うんうん、ステッカーじゃない時あるんですよ。何渡してる、貢ぎ物もらったりさ、なんかこう一緒にご飯食べに行ったりとかするじゃないですか、はい、ね、そうこう美味しい思いをするわけですよ。そうですね、うん、ね、でさらに車の査定でしっかりたんまり儲けさせてもらった時は帽子をプレゼントしようかなと思って、サインつけて生麦生麦いやいや用意しちゃったら新しいの、さすがに新しいの用意してあったらしかもどっちがいいですかって言いますから新品と、そう汗だくのものと新品のものどっちがいいですかって言うから、色あせてるもの、俺だってあれだ、俺花ちゃんのやつだったら新品と中古だったら俺中古でお願いしますって感じごめんなさいっていう感じですから、はい、しかもサイン書いてるんですもんね。もうその場でサインしますから、ね、もうあれはもう最初からサインされた帽子かぶってますから、もうやるのめんどくせえ、多分動画見ていただければやばい、前の動画見ちゃうとね出てきちゃうかもしれないけどサインされたと帽子見ちゃう、帽子のつばんとこ、うん、取られるの前提で書いてましたね、みーくん最近用意してますからね、はいはい、そうそう、でも素晴らしいですよね、この板金部門の素晴らしさ、すごい、うん、一応変えたところはどこなんですかね。これなんとですね、ボンネット、新品ボンネット、新品なの、ボンネット、新品ボンネットです。あら買い占めちゃったんだの、ボンネット。そうなんですよ、ねえねえ、ボンネット買い占めたの、ほらツルツル、やばー、ほらツヤツヤ、あ後ろあれ白くないねちゃんと塗装してますね、塗装したのね、塗ったもんね、うん、あなるほどね、はい、あのボンネット変えてるかどうかはね、確認するときはここを見てください、このボルトのところを見てください、ナットのところ、はい、はい、そこを見て、こうね傷ついてたりね、はい、時はボルトをね、まあ一回外してますからね、外してるってことですね、はい、おボンネットを取らないと触らないところ、そうです、ね、ボンネット交換するときはこうこのネジを2本4本外すんですよ、うん、ああこれこうほらこう傷あるでしょ、そうですね、工具が当たってるやつ、普通さボンネットをね、普通はね触らないですから、確かに、まあね、交換しない限り塗ったりやったりしない限り、査定員はねそこ見てますから、おお、そこもチェックか、ミクはねさりげなく見てるんですよそう怖い、一番それがこうやって見てないですからここをボンネット交換してますねって俺一言も言わないですから、お客さんにスッと見るだけそうスッと見て、ああ交換して、ああ何も言わずにそうそうそう、さっきみたいな感じそうそうそう、スーッていきますからあ、はい、もうねもうそれで分かっちゃいますから大丈夫です、はい、はい、今日はなんだか GTR だけど、これあれじゃないですか、スタンダードじゃないじゃないですか、これそうですよ、ミースペックですよこれこれ、あ、これあれじゃないですか、そうですよ、忘れてたんですか、これあれじゃないですか、見て川上じゃないですか
言い方かぶってんじゃないですか。言い方よ。ミースケップ、ミースケップ ミースケップあれじゃない、なんだっけ、ミースペック、ミースペック、はい、ミースペック、 M スペックです。もう興奮しすぎてスペック言えてない。カワカムリ言い方カワ、なんでそんな言い方するんですか。すごい上質の革じゃないですかこれ。高い革ですよこれ。え、これね、高い革。これタートルネックじゃないですかこれ。ねえ、ねえ、クリニックな感じで。クリニックな感じで。そうですね、冬物なんで。うん、あのこれ転がっていかなくちゃいけないやつですね。そうそうそう。だって転がっていかないと。あの、ね、もう真剣に紹介してくださいこれ。何ですか。スペシャルなグレードなんで。これいい車だったんですね。うん、なるほど。しかもこれワンオーナー。そうなんですよ、ワンオーナーです。ですよね。あ、そうなんだ。もう忘れてる。だいぶ前に来たからな。だいぶ前の車だからな。あ、しかもノーマルじゃないですかこれ。そうですよ。やば。やっぱこういう車はお金をかけて板金とかするといいんですよね。うん、あ、そうです。大丈夫です。一応スペシャル板金部門にね、うん、毎回こうやってあのお願いしてるんですけど。あの1年半も2年も待ちませんから。そうですよ、これだって実質1ヶ月経ってないぐらいですよ、うん、帰ってきたの、うん、早すぎる。しかも何台もお願いしてる中で。そうです、はい、もう撮影するから工場長、早くよこせよ。そうそう、工場長が、はい、もう夜も寝ないで昼寝してやってるから。夜も寝ないで昼寝してた。そうそうそう。の、の、欲しいの。もう休みにしか休んでないんですよ。なるほど、なるほど、はい、じゃあちゃんと休んでるってこと。そうそうそう。ミークもね、休みの日はね、はい、ちゃんと寝てますから。寝てます、寝てます。寝てください。そうそうそう、寝てないイメージあるので。もうね、布団で寝てないですから。床で違います。どこで。肉布団っていうのは寝てますから。何それ、何それ。あれ、じゃあお願いします。処理お願いします。新しいな。肉布団、肉布団にサンドされて寝てますから大丈夫ですよ。なるほど、ね、大丈夫ですか。窒息死とかしないですか。大丈夫です。だいたい上ですから。上。下なんだ。だいたい上に、上にいますから。あ、なるほどね、はい、上にいますから。はい、そこで死んでしまうと、そうそうそう、副上なんとかっていう感じになる。そうそうそう、そうそうそう。あれでしょ、花ちゃんはほら、一応こう、ね、ミラーつけてやってる。いつまで引っ張るんですか。モニター越し、バックミラー見ながらバックから行く感じで。そうですね、車の運転は、ね、そうそうそう、ね、モニター見ながら、そうそうそう、こうやって見てね、はい、してるんで。そうそう、見れればね、バックじゃね、ね、こう見ないといけないからね。こうなったら見れるからね。何を言ってるか分かんない方は、ね、概要欄にある動画見てください。そうですね、ドライブ動画で。はい、ドライブ動画、はいはい、ね、そういうことですよ、今日の動画は。そういうことです、はい。まあこういうね、はい、高額車両の車も、ね、はい、トラストキャブ回転してますから、はい、はい、でこれね、ほんとね、かわいそうな車だったんで、うん、ね、きれいに直しましたよ、はい、で病院で預けてね、直しましたから、はい、はい、はい、バッチリでしょ、はい、うん、この尺的にめっちゃ、あ、オーケーね、尺が足んないですか。後編だもん、え、後編、後編っていうか最後にできましたよっていう感じだよね、うん、そう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 、ね、うんうん、したらこんなもんで、はい、もう尺もうバッサリ切られる感じです。はい、もう尺は足りてるということなので、じゃあもうまとめの方でよろしくお願いします。はい、ミーク、はい、お願いします。俺なの、俺なの、いつもふざけてるので。あと15分ぐらいかかる。俺なの。はい、なんか締めの言葉を、ね、まあね、こういうね、本当に 34GTRね、はい、なんかね、トラフト企画がいつも買い占めてる買い占めてるって言うんですけど、まさにその通りですね。買い占めてます。世の中の GTR は ねトラフト企画に集まってきてしまうんです。はい、はい、なんか自動的に集まるみたいで、はい、はい、こうやってアリ地獄のアリみたいに感じでザザ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 ザってもがくけばもがくほど集まってくる、集まってきてしまうので、最後パクってやられますから。はい、はい、でもちゃんとこういう風に綺麗にしてパクってやってるので、はい、ご安心してください、はい、よろしくお願いします、はい、なので34とかこういうお車持ってる方、うん、ぜひミー君までお願いします。うん、ボロ儲けさせてくれた場合はですね、ミー君お手製のね、サイン付き帽子プレゼントします。生脱ぎで、生脱ぎにしますか。帽子をもらったお客さんは基本的に損してると思ってください。はい。
大丈夫ですか、はい、やられたと思ってください、トラスケグリ、はい、帽子に価値があるので、はい、帽子に価値がある、はいはい、ということなので帽子もらいたい方もぜひミークの方に連絡お願いします、はい、ではまた次回のビデオでお会いしましょう、バイバーイ。